い、どうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、前回の一発マリオでこのペテリギウスっていう方を知ったんですけど、この方のねページに行くと投稿したコースに一発マリオが結構あったんですよ。で、その結構あった中からあのコインが欲しいだけっていうコースがね気になって、これ詳しく見るを見てみると、あのコインがあるじゃん、左下に。そのコインをですね取ってゴールしろっていう感じだと思うんですけど、まあ普通に行けばバーが邪魔して上に登れないと思うんですよ。もうぶっちゃけていいですか、もう分かってるんですよどうやってしたらいいか。これ一発で行きます、マジで。いや一発で行けるか、いやごめん、やっぱ分かんないんですけど、ここはさ一旦ここに行くじゃん。そしてジャンプして脱ぎ捨てて亀の甲羅を蹴ってコインを取る、そんな感じだと思うんですよね。ただどの辺で蹴るかが問題になると思うんですよ。一旦こっから蹴ってみる、多分届かないと思うんだよね、ほら。なんでこの辺でジャンプするでしょ、そしてこう脱ぎ捨てて、わかるただこれ結構タイミングむずいね。こっからジャンプします、ジャンプして脱ぎ捨てて、どこらへん、この辺、あこれ止まってジャンプするじゃん、止まってジャンプするのとダッシュしてジャンプするじゃん、全然違うんだよねジャンプ力が。このジャンプ力を利用していく感じだと思う。ただタイミングマジむずいよこれよし来た、でこの辺だね、そして蹴る、やったいやこれはなかなか難しかったね。はい、それじゃあ次はこのコース、このコースですね、リスナーさんが送ってきてくれたんですけど、キングブリングコラボって書いてるでしょ。なんとですね、キングブリングさんとこの方がコラボして作ったコースっぽいんですよね。まあキングブリングさんといえばトロールコースを作る天才ですよね。天才というかもう世界一うまいと言っても過言じゃない人なんですけど、まあその方とコラボしたコースっていうのがめちゃくちゃ面白そうなんで、早速やっていきますか。ここはさ、まずトロールなのかもわかんないんだよね。トロールっぽい、ここちょっとやってみようか。トロールって書いてなかったの、これ上でしょ、上、いやー危ねえいやうますぎ、今の回避はなかなかうまかったんじゃないかな。ででもどうすればいいんだろうね、ここになんかあるパターン、うわないか、多分だけどピースインチを押してこのドアに入る感じだと思うんですけど、この鍵のところまでは合ってると思うんだよな。ただここからピースインチがどこもないっていう、もう一回このドアに入るんじゃない、いやこれで合ってるんじゃないの、ほら、いやあ金魚テレサが出てきたこのドアにもう一回入ってすぐ右に行こっか、そんで金魚が出てくるでしょ。ここでもまた P ないよね、うわまだ何もないね、もう一回ドアに入ってみよう、ここ何回も変わる感じじゃないの、キノコナイス反射神経うますぎ、そしてこれが P、 ありゃ、え、なんか下出た、ブラパが出てきたね、でもう一回入るみたいな、え、何ここ、え、待って、嫌な予感しかしてこれ大丈夫、大丈夫だね、大丈夫あんね、もう一回ドアに入る感じ、そしたら左に行ける、うわサボテンが待ち構えてるやめてそしたらこのキノコを取ったところからオンオフをして、そしてすぐ右に入るでしょ、そんで一回大砲に押し戻されてすぐ左に行く、そういうことですか。じゃあここのドア入ったら何もしないでよかったね、そしたらツタが出てくると思う、よし、でこのツタに登って上に行く、そうで早くこのピードアに入って、多分これで合ってるでしょ、きた中間ポイント、待って今どこ行った、こっち合ってるのかな、こっからトロールの開始的な感じだね、いやキングブリング面白い、あと誰だったっけアブトンさん、アブツン、アブツンさんね、一応右のビッグコインは最後に全部取っておきます。で今ね緑から入ったんでこっから行こう、そしてすぐ右だね、大丈夫、よし、なんかキングブリングさんのね構造するって言いたくてめちゃくちゃテンションが上がるね。で上は足場があるのかな、これ、いやないっぽい、なんでここ取っていい、そうでしょ、あれ
あれ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 だってここのピンクインを取って何もしないでよかったね。そしたらキノコが取って、キノコが取ってってかキノコを取って上に行く。オッケー。そしてここはどうしよう。うわ、クリボーいるね。このクリボー、うわやるじゃねえか、どちらさん。それじゃあここは上行って、クリボーの方は罠だったんでね。こっちは、うわ、なんもないね。これはきっとね、アイテムと思う。そう、そしてここで取っていい。ダメ、いやいい、大丈夫大丈夫、オッケー。そんでここでチビにならないけん感じか。うわ、左どうしよう。こっちどうする。一旦右、なんもないか。ここは何、これ開けますね。うわ、なんもない。一回入ってみるね。なんも取らんで入ってみよう。うわ、ファイヤーいるくせ待って、戻っていい、戻らして。うわ、じゃねえんだって戻らせろよ、マジかよ。あ、合ってるっぽい。これ死に耐久ですか、バカにしてるんですか。これまで数々の死に耐久をやってきた私をバカにしてるんですか。こんな一発ですよ。いや違う違う、はい、うわ、むず、ちょっと待ってね、はい、いや待って、これはい、これファイヤーいるね。なんでこのファイヤー取っていっていいっぽいね。ほっ、頼む、オッケー。そしてあれ、こうしたらいけんくない。あ、いけるのか、よかった。隠しブロックが隠されてんのね。そんでここで、なんかさっきと違くない、話が違うんじゃないですか。ファイヤー別にいらんかったやんか。もうじゃあここファイヤー取ったらいけないっぽいね。なんで一旦このままファイヤー取らんで上に行く。これでオンオフが変わってバブルが出てくる感じでしょ。いや、やっぱそうだよね、うまい騙し方が。このアブトンさんっていう方もね、結構有名な方だよね。じゃあここは踏んでいきます。でジャンプ、大丈夫大丈夫、来た、で左、よしよしよし、もう終わりでいいよここ。終わりっぽいね。じゃあここでピンコインを取っていいのかな。まだ取らないでいいよね、絶対ここ戻ってくるよね、また。なんで次は右から2番目のこの赤い土管に行きます。次はこっちだね。そしてうわ、降りる、どうしよう。これは叩いて一番すぐ右に行く。なにまだワンチャンないの、ここないね。それじゃあ次は音符ブロックを叩いてすぐ左に逃げようか。あ、左、そしてジャンプ、うまい。でここさ、右と見せかけて左なんじゃないの、ほら合ってる。そしてドッスン、いや、このピックイン絶対取らないといけないと思う。魚ー、そんじゃここね、ピンコイン取るところまでは絶対合ってる。そんで左上のブロック怪しい、なんもない。それじゃあここは一旦ピンコイン取って、もう一回トスを移動させる、オッケー。うわ、これでいい、で上に行くみたいな。うわ、こっから走ってツタに捕まろっか、はい、よし、ギリギリだね。うわ、クリボーと鍵か、これは鍵取れないもんな。うわ、これ右っていい、大丈夫、左に逃げますね、うおりゃー、で右、なんてクリボーのとこ足場だね、きっと。なんで一旦このまま左にダッシュして逃げて、何もしない左の方に逃げとこ、それで大丈夫だね。そしてクリボーを踏んで、いや違う、このまま右でいい、オッケー、よかったやっと2個だね。危な、あんなとこに金庫隠さんでもいいやんね、別に。なんで次は右から3番目の土管行きます。オレンジ色だね。さあ次のコースやってまいりました。一旦ここ叩いてみようか、パウするしかないね、はい。あ、これはかぶるのが正解か、そういうことか。ここでパウ叩いたら真ん中で待っておこう、ここでブロック壊す、よし、
そして降りる、リフト降りるね。落としたらダメなんじゃねえか。それじゃあここは右の方のリフトに乗って一回ジャンプしよう。こう合ってる。ここは蹴るべきか。一旦入って、うわ大丈夫今の、入って合ってたね。そしてここでヒップドロップする感じ、そうでしょ。あ違う違う違う。助けてガリガリガーリックチャーハン。それじゃあここは履いていい、そしてヒップドロップじゃなくて蹴る、そして右だね。オッケー。うわどうしよう、ここ右下に、いや右下罠だと思うな。でも一旦行ってみよう。本当に罠やんか。あれだ、亀の甲羅捨てるパターンだね。こういう感じでしょ。来た。これさ、どっちが正解なんだろう。単純に考えて右も左もダメなんだよな。でも右行きます。頼むブラパン、こういう時力を貸してくれ。やったやったこれ取っていいの、取っていいのこれ、ダメじゃんか。なんで釣られてんだよキノコに。じゃあここはもうキノコに釣られんようにしよう。でジャンプして、そうもう鍵手に入れてるもんだって。なんで一旦この鍵ドア入って戻れる感じでしょ。ここで2つの鍵をゲットしなきゃいけないんだよね。左っていいのかなこっち。あなんか出てきた。これはもう勝ったよ。なんで右でも一回取れたよね。だから右の方を一回取る、そして鍵ゲットでしょ。そんでここもゲットして抜いていきます。いや勝った。いや今日はもう勝ちだね。もうやめていいよ。それじゃあ次、待ってここ取っていい、大丈夫大丈夫だよね。このフラワーを避けていけって感じだよね。何このミニゲーム要素急に。大丈夫ここ、いやー。そんなの聞いてない。よしそれじゃあこの扉入って、まずピンクコインを取ろう。一番右にあるファイヤーはね取っていい、多分そんな感じだと思うんだよね。ここで右、そして右に行く。合ってるここ、あら、待ってさらに上にあんの、そこに鍵が3つ鍵いるってことだね。カギングブリングだね。だから一旦ここで USA 取って上に行く、ここは合ってる。そしてさらにこっから大ジャンプ、そして鍵ゲットか。いや難しい、ここ本当にめっちゃ難しいよ。よしそんでこの鍵ドア入って、多分この土管のところは終了だと思うんですよ。オッケーオッケー。よしそれじゃあ最後だね、次で。うわなんか来そう。もうそれは初見殺しすぎ。それじゃあここはピンクコイン取ってすぐ右に走っていこう。何だ、え、これ合ってる、合ってる。オッケーオッケー。でこのまま行こう、上に進みます。うわどれが正解なんだろう。全部ピンポンじゃねえか。ズーム。右2つでオッケーだったみたいな、そんな感じかな。一番右行きます、信用するぜキングブリング、ナイス。でチャッカマンで壊して、どうしよう、ここは何もしないで一旦上行ってみるね。うわここなんかね鉄球とか出そうな、やっぱりそういうことするよね。それじゃあここ上行きますよ、頼むブラパンやられてくれ。オッケーよかった。じゃあこのまんましゃがんでいけるのかな。オッケー、そしてここもしゃがんでいく、で右でチビになっていくような要素はないからね。うわ左左なあ、ずる。待ってそれはナイス、頼むファイヤーくれよ、なんかくれ、なんかくれよ、なんだこの集中。それじゃあここ右左でいいはず、オッケー、そして早めに壊そう。ファイヤーボールをねなくなさらぬ前に早めに壊そう。ここは上、あれ何ここ、無理じゃんかこんなの、え左行けるパターンなんじゃないのこれ。うわ出た、え一番上が間違いみたいな、ここ正解なんじゃないの、違うの、うわ死に耐久的な感じか。いや違うね、これはやらせてくれな
ないパターンだね。ガバオこっちおいで、あなた本人が来てよ。ビビってんじゃねえよガバオ。早く来いっつってんだ。本当に来んな。じゃあここはあのブロックを出さないでこのまんま左に走ってって、この赤の缶で正解。終わり？終わりじゃねえか。やった。で、あのピンコインはもう取っていい感じだよね。向こうに確かね5個あったと思うんですよ。で残りピンコインが1、2、3、4、5、6だからね、ここのピンコインを取ってって大丈夫。そして右に5個あるでしょ。来た、ゴールなんじゃないの。ここやったぜ。気持ちいい今の音。何よ、どうなる。あ、もう1個あるね。よかった。パーティーって書いてるね。なんかね、タグにボスバトルって書いてたんですよ。ボスバトルか。なんだここ。あ、持っちゃった、持っちゃった、ごめん。間違えた、間違えて持っちゃったけど大丈夫。何このゴールのやり方。マジで間違えて持っちゃったんですけど。え、ここさ、もしかして持たなかったら罠に引っかかったみたいな、そんな感じじゃなかったのかな。いや、素晴らしいコース、どうもありがとうございました。提供してくれた方もどうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。